来賓紹介、祝電披露、山梨福祉課、障害福祉係、村上が来賓のご紹介と祝電の披露をいたします。それでは、本日ご出席をいただいておりますご来賓の皆様のご紹介をさせていただきます。ただいまご挨拶をいただきました山鹿市市議会副議長吉本正幸様、熊本県県北広域本部加茂戸地域振興局長中山博文様、山鹿市議会市民福祉常任委員会委員長藤原豊様、熊本県県北広域本部加茂戸地域振興局保健福祉環境部総務福祉課長野口治様、山鹿市民生委員児童委員連絡協議会会長阿蘇品宗樹様、以上の皆様にご参加いただいております。本日は大変お忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございます。大変失礼いたしました。今日は熊本県広報担当の熊本様にご先祖のご来賓いただいております。この国にも今日はご参加いただいております。ありがとうございます。本日は本当にご参加ありがとうございます。以上ご紹介をさせていただきます。